なるほど、修行の成果は上々ってわけだな。はい、綱手師匠の弟子である私が遅れを取りましたので。わしが師匠じゃからの、当然じゃろう。ですが、中身は全然成長してません。ま、師匠もこいつだからな。そのあたりは期待しておらん。ぐ、返す言葉が見つからんの。まあまあ、綱手のばあちゃん、俺を褒めんのはそれくらいでいいってばよ。お前、耳が腐っているのか。これっぽっちも褒めておらん。そうなの。お前いいや、それより話して。そいつは直接本人から聞くんだな。いいぞ、入れ。失礼します。赤井先生。でかくなったな、ナルト。先生ってば全然変わってねえってばよ。あ、そうだ、赤石先生にプレゼントがあんだってばよ。シリーズ3年ぶりの最新作。すっげえつまんねえけど、先生好きなんだろ。あほんま、あの面白さがガキに分かってたまるかっての。ナルト、お前ってやつは立派に成長したじゃないか。麗しい師弟関係はそのぐらいで、そろそろあの話をしてほしいのだが。明石先生と鈴取り演習をして、その結果次第で新生かかし班が誕生すると。昔と違い、今はもう先生でも生徒でもない対等な木の葉の忍びだ。で、この俺と一緒に任務をこなしていけるかをこの演習で確かめる。へへ、上等だってばよ。演習は今から1時間後。じゃあ、演習場で待ってるからな。行っちゃった。でも、どうして1時間後？今すぐでもいいのに。大方あの本が読みたいのだろうよ。たく、男ってやつは最低ですね。おっと、ここは通さねえ。さっきは油断したが、今度こそ痛い目に遭ってもらうぜ。何よこいつら。ナルト、説明してよね。里に戻る途中、こいつらとやり合ってさ。つうかおめえら、しつこいぞ。てめえから金を巻き上げるまでつきまとってやる。あ、そう。じゃあその気がなくなるようにしてあげる。面白い、お嬢ちゃんが言ってくれるぜ。いつまで笑っていられるかしら。ナルト、軽くひねりつぶすわよ。
お。ほどにもない連中だったわね。弱えくせに数さえ揃えりゃ強くなったと勘違いするから始末悪いってばよ。ふっ、ほんとね。ところで赤井先生はまだかしら。どうせまた遅刻だってばよ。あんな本あげなきゃよかったぜ。時間通りに来たな。感心感心。今の言葉そっくりそのままかかし先生にお返しします。でもさ、なんか懐かしいってばよ、ここ。うん、ここはお前たちの最初の演習の場所だったっけな。あの時はサスケもいたっけな。ん？俺が強けりゃサスケを引き止められた。俺が悪いんだ。俺の弱さが悪いんだ。サスケ君、どうして行っちゃったの？私たち仲間だったじゃない。サスケの名前はこいつらには禁句だな。感傷に浸らせてやる暇はない。さて始めますか。ルールは前と同じ。どんな手を使ってもいいから俺から鈴を取ればいい。ただし俺を殺すつもりで来ないと取れないからな。へへ。今度はその本読みながらやらないの？もう読み終わっちゃったんですか？まあ今回はなんとなく。俺も少し本気を出さないといけない雰囲気だしな。よし、それじゃあ
スタートだ。なかなかやるね、あいつらも。こりゃ世代交代に近いかな。しかし、あいつらの成長が嬉しくて、ついはしゃぎすぎたな。今度はあいつらがどう出るか、様子を見るか。動き出したか。俺を回復させないとはいい判断だ。来たな。舐められたもんだ。真正面から来るとはな。こっちが本物か。だがそう思い通りに。イチャイチャタクティクスの最後のオチは、実は主人公が、何？まずい。シャリンガンのせいで口の動きだけで言葉が分かっちまう。あ、忍者は裏の裏を読むべしね、先生。やられたね。